はい、どうも山さんですってことでね、今回はちょっとね、初心に戻って初心者向け動画をね1本出そうかなと思ってたんですけど、まあ、なんでね初心者向け動画出すかっていうと、今までねちょっと iPad でやってたんで、今回はねちょっとなんやろ、スマートフォンでね初心者向け動画撮ろうかなと思って、結構なんかその iPhone へとその位置が違うとかこの位置が違うとか結構あるんですよ。まあ性能は全く一緒なんですけど、 iPad も iPhone も、ただ多分ボタンの位置が若干違くて、初心者の方からしたらね、そのボタンの位置が一つ違うだけでストレスになったりとか分かりづらかったりとかあると思うんで、まあねスマートフォンで一回やっていこうかなと思います。ということで今日はねもう立体化からやるんで、もしねもう俺立体化分かってるよみたいな方がいましたら、だから立体化分かってるって方は多分もう俺の動画、この動画見る必要ないんで、もう別の動画見てくださいって感じです。それでまあ今回はね、超初心者向け動画っていうことでやっていきたいと思います。で、まず使っていくアプリなんですけど、ここにあるフォントっていうアプリと、この Ibis Paint X っていうアプリです。で、Ibis Paint に関しては、無料のやつで大丈夫です。で、まあその他ね、いろいろなんかアプリ使ってたんやけど、ほぼもう使ってないです、ここら辺。うん。ポラーとこのピクシルみたいなやつよく使ってたけど、もうほぼ使ってないですね。今はピクサートとアイビスペイントとフォントだけですね、今使ってんのは。iPad の方にもあるのはこの3つのアプリだけです。ってことでやっていきましょう。まずね、フォント作りなんですけど、フォント、まずフォントってアプリを開きます。そしたらね、この下のなんかカメラマークみたいなのあるんで、ここを押します。そうすると、なんかまあいろいろ出てくるんですけど、プレーンな画像を使用するを押してください。で、この、右の白のタップします。でこのここでね色っていうのがあるんですけど、これね完璧な白じゃないんですよ。若干なんかその暗い白なんですよ。なんで色っていうところでこの完璧な白に左一番左の白に合わせてください。そうすると適用してください。でまた右上のこのマークねタップして使用するしてください。そしたらここにまあ適当に文字を打ちます。今回はねまあ初心者向け動画っていうことで、まあ簡単な英数字を英語を使っていきたいと思います。ということで F っていうね文字を使っていきたいと思います。でフォントなんですけど、あーベロシスタってやつ多分みんな持ってないよな、ややこしいよな、ないですね。なんでこのこれフォント、あの V から始まるベーダナボールドイタリックっていうのを使っていきましょう。まあ、これがねなんかちょっとかっこよくておしゃれかなと思います。他多分ねなんかあったらいいんやけど、まあまあこれが多分一番わかりやすくてかっこいいかなと思います。ということでこれ使っていきましょう。そしたらこの文字フォントスタイルっていうのがあるんですけど、そのサイズっていうのをまず押します。でサイズはねアップしてこのうまい感じにここに合わさる感じにしてください。このまあ、いっぱいいっぱいこんぐらいで、まあ中央ちゃんと取ってね。そしたら右下のねここ押すと、この画像保存ファイルに保存ってあるんですけど、これ画像保存をしてください。でここであの時たまなんかあの画像保存がないんですけどっていうコメントがあるんですけど、それは多分 Android とか iPhone の設定で、このアプリ自体の画像の認証を許可してないんで、それはあの本体設定からこのアプリのラインで設定をオンにしてくださいって感じです。で保存ができたら次 Ibis Paint に移動します。はい、そうするとねマイギャラリーコレクションオンラインギャラリーってあるんですけど、マイギャラリー押します。これねいろんな作品があるんですけど、そしたらねこの左下の十字キープラスマークですね押します。するとまあいろいろあるんですけど、アイコンのサイズは基本的に 2000×2000 です。はい、 2000×2000 で 2000×2000 にしたら OK 押します。はい、そしたらね先ほどの画像を、持ってきます。フォトライブラリから読み込みなんですけど、まず多分ここから進めしようがいいかな。でまずねこの1っていうところを押して、この左下のこのフォトライブラリから読み込みっていうのがあるんでこれ押します。でカメラロール開いて F、 はい、これしたらキャンセル押します。線画色テキスト入れたらキャンセルって押します。でこのね右下のこれ3つの点々点を押して、白とカラーってあるんで白とカラーを押してください。そうするとね先ほど F の周りにあった白いのがなくなってると思います。はい、なくなってます。で
基本的になんかのレイヤーなんですけど、今白を透過されたかわからないじゃないですか。でこれどうやったらわかるかっていうと、この背景って欄あると思うんですよ、ここね、俺が今タップしてるここ、これを一番右端にすると、この透過されてるとこういう風にシマウマみたいな、まああのシマウマみたいな感じになるんですけど、透過されてないとそのまま背景が白で残ってます。なんで F の周りの白がなくなったんで、後ろのこれが出てきたって感じです。そしたらね、次これを立体化作業していきたいと思います。ごめんなさい。で立体化作業なんですけど、まずこの特殊レイヤー追加っていうのをします。この真ん中ね、ここ、はい。したらレイヤーの複製ってあるんで、レイヤー複製しましょう。で複製したら、この上のレイヤー3のレイヤーですね、3のレイヤーの色を反転します。はい、反転できたら次2のレイヤーにタップします。変更します。そしたらこの右のレイヤーの移動ってあるんで、これを押します。で結構いろんな方の解説動画とかで、こう右下にずらしたりとか左上にずらしたりとかしてるんですけど、僕個人的には中央にずらす方がかっこいいかなと思います。こんな感じで、まあそれは好みでやってください。僕はまあ中央にずらすのが好きなんで、基本的には中央にずらしてやってます。そこはまあ自分の好みでやってください。まあこんな感じでね、中央にずらします。で、中央にずらす際なんですけど、基本的にやっぱちゃんと真ん中取れないといけないんで、真ん中取りづらいよって方は、まあ、右下にずらすだけでもいいかもしれません。でも、多分、中央にずらした方が後々楽です。基本的にロゴは中央にずらすことが多いんで、先にこれ覚えちゃった方が、後半楽になるんで、これ覚えちゃいましょう。そしたらもうこれ決定をします。で、決定をしたら、次。このペンマークあるっすよね。ペンマーク押します。で、ない方は、多分ね、こういう消し込むとか押しちゃってる方ですね。なんで、まあ、ここ押しちゃってください。まず、ここね。そうすると、ブラシってあるんで、ブラシ押しましょう。そしたら、ブラシに変わります。そしたら次、ペンの種類変えたいんですけど、ペンの種類はこの30って書いてあるところを押すと変わります。この数字のところですね。押します。そうするとね、キャンセル押します。まあ、いろんなペンが出てくるんですけど、僕がよく使うのは、上から、1、2、3、4、5、5段目のペンハードってやつですね。で、太さを、もうこれ、1ぐらいにしよう。1.5 にします。で、もうこの不透明度は100。この不透明度っていうのは、文字の濃さを表す数字です。で、これはマックスで大丈夫です。そしたらまたこれ押します。で、時たまここね、ここ。ここ押しちゃうとこういう風に隠れちゃうんで、ちゃんとここね、こう。こうしといてください。ここ押しちゃうとね、隠れちゃうんで。はい。隠したいときはここ押したらいいんですけど、隠したくないときはこうしといてください。はい。そしたら次は、立体化作業を行きたいんですけど、まず、この上ね、指マークを押します。で、この描画ツールっていうのを真ん中にします。で、適当にタップすると、はい、戻します。で、この描画ツールを押すと何が起こるかっていうと、まっすぐこう、ライン上に引けるようになります。こういうふうに。はい。っていう形で、引いていきます。で、こっからちょっとね、コツなんですけど、まず、このように引いていきます。こっからね、端と端をつなげていく作業になります。で、ここ、はみ出ちゃった、みたいなのあると思うんですよ。で、はみ出ちゃ、ちょっとだけはみ出ちゃったっていうのは、消しゴムで消したらいいんですけど、こういう風に。消しゴムはこの、ここね、ここ。入れ替え、一番左の入れ替えマークあるじゃないですか。一番ボタン左端の。これを押すと、消しゴムに変わります。で、こんな風に消したらいいんですけど、最初は多分慣れないと思うんで、めちゃくちゃずれると思うんですよ。例えばこういう細かいところ。まあ結構見落としがちなんですけど、こういう細かいところとかでも、こう、もうスタート地点がこんな風にずれちゃって、こうなっちゃったみたいな。時、消し込むじゃなくて、この左上の1個戻るボタンを押すと、1個前の作業に戻れます。なんで、このように、あ、大幅にずれちゃったよ、みたいな。時は、左上の1個戻るボタンを使うと戻れるんで、よかったらやってみてください。ってことで、まあ、僕よくこれでやってます。で基本的に線引くときは黒いところから白いところに引く方が楽だと思います。なんでかっていうと、こうちょっとはみ出るところを消しゴムでこう消せるからです。はい。で、また次はペンに戻して、黒いところから白いところにでやる方が、まあ個人的には楽かなと。あら、こういうときにほらずれちゃってるじゃないですか。そういうときに一個前の戻る作業です。はい。はい。そしたらまた消しゴムにして、このように消していきます。はみ出た部分をね。で、ここで間違ってほしくないのは、レイヤーの場所ですね。レイヤーの場所は絶対にこのレイヤーにしてください。後々大変なことになります。なので、じゃないと。はい。そしたら、こうやって濡れたら、ちょっとここね、角にしたいんやけど、ちょっともう、ほんまはこれ角と角繋いでください。多少ね、多少というか結構ずれちゃったけど、まあまあ、いいでしょう、今回は。まあ
ちゃんとねやった方が綺麗になります。そしたら中を塗りつぶしていきます。で塗りつぶすときなんですけど、もうペンは太くしてください。はい、こういう風にね、あ、こういう風に。で塗りつぶすときはもうあの指、また指マークをして描画ツールオフにしてください。そしたら多分ザーって塗れるんで、こうやって塗りつぶしていきます。はい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 。でこれね、時たまねコメ欄で塗りつぶしじゃ、塗りつぶしはダメなんですかっていうコメントがあるんやけど、別にそれは塗りつぶしても大丈夫やと思います。まあそこは好みでやってください。塗りつぶしだと若干この隙間とかが塗りきれない時があるんで、塗りつぶし機能は、まあ、僕は個人的にはあんま使わないけど、別に使ってもいいと思います。あれなんかちゃんと引けないな。あ、ごめんなさい。これ手ブレ補正10になってる方はこれ0にしといてください。手ブレ補正っていうのは手ブレを補正してくれる効果で、例えばなんですけど、こう引いた時にほら若干わかる、手ブレを補正してくれてるんですよ。こういう風にほら塗ったところとほら若干違う。でも手ブレ補正がなしやと、その塗ったまんまこうちゃんと塗れるっていう感じです。なんで僕は手ブレ補正なしの方がこう塗りつぶし作業の時はいいかなと思います。でこういう隙間とかね、ちゃんと綺麗に塗りましょう。でこれね、下のあのペンの太さをいじりながら、あの塗りやすいところはこういじりつつっていう感じでこう塗っていきましょう。でまあ多分一応、あーまあ大丈夫か。多分ねこの動画一発目見て一発で成功する人ってあんまりいないと思うんですけど、まあ根気よくやれば誰でもできるようになるっていう動画なんで、頑張って真似してみてください。よいしょ。よいしょ。これね、細かいところをね、ちゃんと塗らないとダメですね。はい。で、あの、塗りつぶしの時って、あの、若干ね、本当にこんな感じで薄くなってる時があるんですよ、縁が。これ結構気づかないことが多いんで、塗りつぶし使う方は、これ気をつけてください。さっきから塗りつぶし塗りつぶしって俺ら初心者だから分かんねえよって方おると思うんですけど、塗りつぶしっていうのはそのこのペンマークを押したところのこの塗りつぶしっていうのがあるんですよ。これね、これ押すとタップするだけで塗りつぶせるってやつです。でもこれ全然使ってもいいと思います。いや、時ともこういう隙間が塗りつぶしきれてない時があるんですよ。で、それが怖いんで、それをね、チェックする手間がめんどくさいんで、僕の場合は、塗りつぶしはあんま使ってないってだけなんで、まあ別に全然ね、その手間を拒まない方は、全然使っていいと思いますって感じです。そしたらもうここまでできたら、次は、テクスチャを貼っていく作業になります。で、俺らテクスチャないよって方は、概要欄の方にね、僕が今まで使ってた素材とか、なんか使いやすい素材とかを、まとめた、まあ、使いやすい素材っていうか、よく使ってた素材をまとめたリンクがあるんで、そっからね、保存してください。でね、今回使う、まあ、その素材っていうのがこれなんですけど、で、この中からね、まあ、俺は適当にちょっと、素材をね、使っていきたいと思います。今回はね、この、まあ、ちょっと、鉄っぽい石っぽい素材と、カメラロールに保存ですね。あとはね、光素材が欲しいですね。光素材。ちょっと待ってくださいね。光素材ないな。光素材ないんで、ちょっと作りましょう、後でね。情けかな。ちょっと光素材情けですね。情けなんで、後々作ります。後でその作り方を教えます。後半だったら。そしたら、まずね、先ほど保存した画像をフォトライブラリから読み込みで、カメラロール。で、この、読み込みます。で2本の指でこうアップします。でこのもうまんべんにかぶせるようにしてください。そしたら決定をします。でこの時に写真がここにある方とかは一番上に持ってきてください。ちゃんとね3のレイヤーの上に持ってきてください。こいつのレイヤーの上に持ってきてください。そしたらまずこいつを複製します。で複製したらこのサンドイッチします。要はテクスチャー、ロゴ、テクスチャー、ロゴっていう順番にします。でそしたら次ね、5のレイヤーを4のレイヤーにクリッピングします。クリッピングはここですね。はい。で次3のレイヤーを2のレイヤーにクリッピングします。でそうすると今ねこんな感じになってると思うんですけど、こっからそれやったらさっき立体化した意味なくなるじゃんと思うんですよ。はい、意味なくなります。なので、次3のレイヤーをに合わせたまんまここ押します。そしたら
フィルターっていうのがあるんですよね。ここに FX フィルター、ここを押してここを押すと、そうするとこの今いろいろ出てくるんですけど、明るさコントラストってのを押します。でこの明るさっていうのをこう一番下まで持っていきます。1回決定、そしたら決定押します。でまたここの押します、ここのボタンを押します。でフィルターで明るさコントラストで50落とします。はい、そしたら決定。そしたらもうこれね結合しちゃいます。で結合はここです、レイヤーの結合。はい、結合しました。そしたら次も4のレイヤーを3のレイヤーにそのまま結合します。はい、結合。そしたら今ねこの2と3のレイヤーだけになってると思います。でこっから縁にね光をつけていきます。まあ光って何なのって話なんですけど、あれこうか、んこうか、こっちか、んどっちやったっけ、まあいいかそしたらレイヤー開いて新規レイヤー作ります。ここ新規レイヤーの追加ってあるんで、ここね新規レイヤーを追加します。そしたら新しく作った新規レイヤーをタップして、この先ほど押したこのマークね押すとフィルターって出てくるんでフィルターを押します。でそこで、下のレイヤー参照っていう欄があるんですけど、そこの構成内側っていうのを押します。で再度、まあ半径色合い彩度ってあるんですけど、僕は彩度白にしてます。まあこれも黄白が基本です。もう変に色つけない方がいいです、ダサくなっちゃうんで。もう白が安牌です。で半径はまあ好みでやってもらってもいいんですけど、今回の真似してもらっても大丈夫です。結構まあこの半径は人によって変わってきます。どうしようかな、まあ分かりやすいように15でいいかな。そしたら決定をします。そしたら普通このレイヤー開きます。そしたらこの右下に普通って書いてるボタンがあると思うんですけど、ここねここをタップするとなんかいろいろ出てきます。でここのコントラストっていう欄があるんですけど、このオーバーレイっていうのをタップします。そうするとこのように縁がね光ったの分かるかな、これちょっとね分かるかな、これ普通ね、普通、これが普通、オーバーレイ、普通、オーバーレイ、こんな風に変わります。はい、そしたら次もう実家にもやっちゃいましょう。次は2と3の間に新しくレイヤー作ります。これですね、新規レイヤー作りました。そしたらこのレイヤーに合わせます、3のレイヤーですねに合わせて、またここ左下のね、この左下から1個右のこれを押します。そうするとフィルターが出てくるんでフィルターを押します。でまた、上からここら辺の構成値が、はい、押します。半径を適当、サイドは白、半径はお好みでやってください。まあ15でいいかな、同じ決定をしてまたレイヤー開きます。で普通って欄を押してオーバーレイと、そうするとねほらこんな風に若干光りますと。そしたらもう僕の場合はこのレイヤー結合しちゃいます、ややこしくなっちゃうので、まず3のレイヤーに合わせます。このオーバーレイっていうレイヤーに合わせて結合ボタンを押します。レイヤーの結合、はい、そうすると下に結合されます。次4のオーバーレイっていう書いてあるやつを押してこの結合をします。そうすると3のレイヤーに結合されます。はい、そうするとねこんな風になりました。でもこれとこれもね結合しちゃいましょう。上から下に結合されるんで3のレイヤーに合わせて結合すると2のレイヤーに結合されます。はい、でそしたらここで光素材をね作りたいんですけど、まず背景をね真っ黒に塗りつぶします。1のレイヤーですね。まあない方は、まあこんな感じで今こうなってるよって方は新規レイヤー追加をして下にずらすだけです。そしたらこの、ペン、このブラシに変えます。ここをねちゃんとブラシに変えて太さを線にします。でこれも戻してパーって塗っちゃいます、一番下のレイヤーに、こんな風にね。そしたら、2のレイヤーに合わせて新規レイヤー追加をします。はい、じゃあ今3のレイヤーができたと思うんですけど、そこにペンの太さを100にします。大体は100ぐらいでいいです。そう、まあ、適当にタップします。タップ、今ね黒になってると思うんですけど、これ白色に変えたいと思います。どうやって変えるかっていうと、まずレイヤー開きます。でこの一番右端のこれねレイヤーの色反転っていうのがあるんで反転します。そうするとこんな風にね、白に変わります。でここまでできたら次またこのペンマークをします。でそうするとフィルターって出てくるんでフィルター押します。で次ぼかし欄行ってガウスぼかしっていうのを押します。で半径っていうのがあるんですけど、これマックスにしてください。マックス、ここでマックス50。
そうすると決定をします。で決定をしたらまたレイヤー開きます。ここ 3というところね、押します。でまた普通って欄を押します。ここでさっきはオーバーレイ、これ押したと思うんですけど、今回は加算発行っていうのを押します。ここですね、加算発行、これを押します。そうするとね、ちょっと光が強くなったの分かりますか。こういう風にさっきの白と違うのが分かります。であとはこれをこのレイヤーの移動っていうのを押して、2本の指でタップアップしながらこうやって光素材に変えますと。はい、こんな感じですね。はい、そしたら決定をします。でこれで光素材完成で、でこれね、若干光が強すぎるとこういう風に色飛んじゃうんで、そういう時はこのレイヤー開いてね、このここわかる、ここ押すとこうやって光を自在にいじれます。80ぐらいにしとこうかな、今回は。まあ、ここは好みでやってください。そしたら完成です。完成です。あとはもう自分の名前入れたりとかしてください、好みで。好みで、この先ほど使ったフォントってアプリ開いて、これってな、ちょっと音楽流れるんでめんどくさいんでやめとけ。フォントってアプリ開きます。フォントってアプリ広告流れてるの、音楽流れると自分の声が消えたりするバッグが発生するんで、ちょっと怖かったんで今タスク切りました。またね、カメラロール、カメラマーク開いてプレーンな画像を使用する。で右の白いのをタップして、右上のでこの色っていうところを押して、この一番左の白いのをタップします。で適用、右上のね。そしたらこの右上のこの矢印マークを押して使用する。で、まあ、例えば僕やったら坊主なんで、まあ、英語でも何でもいいです。まあ、坊主と。で、入れます。完了。で、サイズをね、まあ、名前入れるサイズなんで、まあ、大体こんぐらいでいいと思います。そしたら、この右下の、右下を押して、右下の十字マークを押して、画像を保存と。で、アイビスペイントに戻って、フォトライブラリから読み込みを押して、カメラロール。はい、こいつ。で、決定。で、キャンセル。で、この、3つの点々と押します。右下のね。で白を透過から、でここでね、黒やと見えないんで、背景が黒色なんでね、見えないんで、ここで色反転します。レイヤーの色反転。そしてあとはね、ここの大体真ん中ぐらいにこうやってポーズって置くと、まあ完成って感じです。こういう風にうまい感じで、はいって感じです。ちょっとね、ロゴ的にね、名前が合わなかったんですけど、まあまあでもいいかなと思います。で、あの初心者の方で、レイヤーのね、このレイヤーの順番が覚えられないっていう方がおると思うんですけど、これあの、レイヤーは透明な下敷きやと思ってほしいんですよ。どういう意味かっていうと、あの、透明な下敷きの上に文字を書いていってるから、下から上に積み重なっていってる感じです。で、それを真上から見たときに立体的に見えるようにするっていうのがこのレイヤーなんですよ。例えば。どういったね、まあ多分このこれが一番、覚えやすいかなと思うんですけど、要はこれが透明な下敷きで、これが一番下、それが次が2のレイヤー、次が3のレイヤー、次が4のレイヤーっていう風に覚えていくと、要は、上から見た時に立体化になるような感じに作ったらいいんですよ。だからさっきあのここの素材を縮めて線をつなげると、上から見たら立体化になってるように見えるよねってことで、まあちょっとややこしいこと言ったかな。まあ言うたら、まあ下から上っていう風に覚えておいたら、わかりやすいかなと思います。なんで、時たまだから、あの、このレイヤーがあるんやけど、こうなってて文字が映らないんですよっていう質問、まあコメントとかがあるんやけど、これに関してだから下から上なんで、その、こいつの上にこいつがあったらそれは見えないよねって話なんで、こうちゃんとこうしてくださいって感じです。はい。ということで、多分ね、ドロップボックス、まあ一応ね、僕さっきドロップボックスからね、このさ、これじゃない、素材を保存してきたんやけど、ドロップボックスの付け方わからないって方がおるかもしれないんで、次の動画でね、紹介します。多分もう上がってるかな、もうちょっと後かな、わからないけど、次の動画で多分ね、今更聞けない初心者向け用語単語用語みたいな、単語用語っていうのわからんけど、そういう動画出すんで、よかったらそれも見てください。そこでね、ドロップボックスの付け方とか、はい、なんか用語単語とかなんか説明してるんで、よかったらそれ見てくださいって感じです。ということで、今日はね、 iPhone 向け初心者動画でした。ってことで、お疲れ様です。どうやって決戦やったっけ、こっちか。バイバイ。